いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回はアプローチでシャンクをしてしまう、この場合どのような対策を取ればいいのか、どういう練習をすればいいのかということについて話をしていきたいと思います。僕自身も何度か昔経験があるんですけれども、せっかくいいショットが続いてグリーンの周りまで順調に来たにもかかわらず、アプローチでシャンクが止まらなくなってしまった。結果スコアをどん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 崩していってしまって、途中まですごく楽しかったのに急に気持ちが暗くなってしまった、この動画を見ている方、そういったご経験がある方が非常に多いんじゃないかなと思います。ではなぜアプローチでシャンクが起きてしまうのかっていうところを今回は話をしていきたいと思います。このシャンクの原因、アプローチでのシャンクの原因は大きく3つあると思ってます。1つ目はアドレス、構えた時にボールが近すぎてしまう。2つ目、打ち方ですね。スイングをした時に手首が早い段階でほどけてしまう。そして3つ目は構えた時の頭のポジションがどこかのタイミングで近づいてしまう。この3つがアプローチで起きてしまうシャンクの大きな原因になりますので、それぞれの原因とじゃあどのような対策をすればそれが改善できるのかというところをぜひ最後までご覧ください。やはりアプローチ特有の構え方、アプローチというものは前回アプローチの苦手な方向けに動画を出したんですが、スタンスを狭くしてクラブを短く持つ、そして短く持った分近くに構える。この近くに構えるということがまず一つ大きなポイントになってくると思います。正しい距離で構えることができれば、もちろんアプローチはうまく打てるんですけれども、これが近くに構えすぎてしまった、近づきすぎてしまった場合はシャンクというもののミスが出てしまう原因になってしまいます。ですのでまず一つ目のポイントとしては、ボールとの距離を正しく作ってあげる、これが一つ大事なポイントになってきます。じゃあどうやったらこのボールまでの距離というものを正しく掴むことができるのか、まずは短く持った分近くに構えるんですけれども、この時に必ず連続で素振りを行います。連続で振った時に同じ場所にクラブが当たっているかどうか、まずこれを確認してみてください。もしも構えた位置よりも遠いところにクラブが当たってしまった場合は、そもそも構えている場所が近すぎる場合がありますので、構えたら必ず先ほど言ったように素振りを連続で行う。何度か素振りをして、だいたいこの辺にクラブ当たっているなという場所にまずボールを置いてあげる。そうすると近く構えすぎてしまってた方は、あ、意外と思ってたよりはちょっと遠いところにあるんだなっていうのが分かってくるので、その距離をつかめたら今度は実際に打ってみる。そうするとボールと体との距離、正しい距離というのがまずつかめるようになってきます。アプローチのシャンクの原因2つ目が、スイングしていくときに早い段階で手首がほどけてしまう。こうなってくると打つ際に早いタイミングでキャストしてしまう、要するに手首がほどけてクラブのヘッドが手を追い越してしまう、追い越してしまうような動きをしてしまうとクラブというものはダフってしまうんですけれども、ダフらないようにしようと思うとどうしてもクラブヘッドが前に出てきてしまうので、根っこに当たって結果シャンクのミスというものが起きてしまいます。この時に大切なポイントとしては、構えて振りかぶっていった時のここの手とクラブのこの角度が極力変わらないままで、体の回転で
打っていくっていう必要があります。じゃあどういう練習をすればこれができるようになるのか。でおすすめの練習としてはもう一本クラブを準備してください。このクラブをこのような形でグリップの後ろにシャフトを添えて左の腰からクラブが出るような形でグリップとシャフトをまとめて握ります。そしたら打った時に左の腰にクラブが当たらないように腕とクラブのここの角度、正面から見ると小文字の Y 字のような形、この形がスイング中にずっと崩れないようにしていきます。そうすることによってボールに対してクラブがきれいにヒットするようになってきます。基本的にはこの腕とクラブで作った形、これらを終始変えないように振っていくっていうことがすごく大切なポイントになってきます。最後に3つ目、頭のポジションがボールに近づいてしまう。これは構えも正しく構えられています。ところがスイングしていくどこかのタイミングでボールに対して頭の位置が近づいてしまう。そうなってくるとどうしてもクラブが前に出ていってしまうので根っこに当たるシャンクのミスになりやすいです。その場合のおすすめの練習方法としてはボールを2つ並べていただいて手前のボールを打ちます。先のボールにクラブのヘッドが当たらないように手前のボールだけを打っていく。初めのうちは視覚的な圧迫感があるのでボール2個分ほど離れた状態の場所に置いて先のボールに当たらないよう意識しながら打っていきます。慣れてきたら少しずつ近づけていって最終的にはボール1個分離れたところにボールを置いてその手前にあるボールだけをきれいに打つ。そうすると視覚的にやはり先にボールがあるとそこに当てないようにしなければいけないので自分自身は少し重心がいつもより後ろにある状態で打つ必要が出てきます。いつもより重心は少し後ろ、要するに若干かかと寄りに置いていただいて先のボールにクラブが当たらないように打つ。このような練習をしていくと頭がボールに近づいてしまって起きてしまうシャンクというものはかなり改善できるんじゃないかなと思います。せっかくグリーン周りまで順調に来たのにやはりグリーン周りでシャンクのミスをしてしまうと一打損するだけじゃなくてその先のプレーにも影響を及ぼしてしまいますのでぜひこの動画を参考にアプローチのシャンクお悩みの方は克服していただいてより楽しいゴルフというものをしていただければ非常に嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。